ありがとうございました。愉快なハンバ隊の4名と、そして華麗なフルートソロは運動神経抜群若林亮一等陸士でした。ありがとうございました。フルートの独奏をお楽しみいただきました。さて、次にお送りいたします曲は現在放送中の NHK 朝の連続テレビ小説トトリンちゃんの主題歌花束を君にです。この曲を歌っています宇多田ヒカルさんは結婚、出産、子育てを経験し5年半ぶりに音楽活動を再開しました。母となり最初に作られたこの曲は彼女自身の思いがたくさん詰まっており、多くの人々の心の奥深くまで届き聴く人に力を与えてくれます。本日はその曲を森本詩織三等陸曹の歌声でお送りいたします。それではお聴きください。花束を君に。普段からメイクしない君が薄化粧した朝、始まりと終わりの狭間で忘れる約束した愛しい人、愛しい人。
音楽隊の歌姫森本詩織さんと陸曹でした。